誰だろう。一体何なの？あいつ。ここから離れなきゃ。もう大丈夫。大丈夫か？あいつ何なの？さっぱりわからん。いつの間にこんな状況に。それもわからん。だが悪いことってのは重なるもんだからな。結局悪霊と同じありさまだ。おい待て、待ってくれ。現実なの？こんなに大勢感染するなんて。ブラッド、製造者の皆さん、駐車場の屋上へ向かってください。駐車場ね、了解。大丈夫ですか？来るな、近づくんじゃない。大丈夫、聞いたでしょ、ヘリが救助に来てるの。救助だと？俺はここから出ないぞ。駐車場は近いわ、私が案内。この中がどこよりも安全だ。マジか、どこのバカが閉めたんだ。悪いが別ルートで行く。あなた、あの怪物を知ってるの？いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う、明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか？お断りよ、あなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。アンブレラ？ちょっと冗談でしょ？あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ？別に信じなくてもいい。だがまずはシェルターに行こう。な？行こう。ここだ。
武士を武器し。ロト、地上階に上がれ。そこにある。分かった。ジル、俺だ。地上に出てか。今向かってる。で、作戦は？俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら、俺が変電所までナビゲートする。了解。急ぎましょう。カルロス、大通りに出た。火を消さなきゃ。誰かいるの？ひどい匂い。これって考えたくもない。なんてこと。やるわよ。
してよ。あとは主電源を入れるだけ。カルロス、ジルよ、電源を復旧させた。よし、いいぞ。次は運行システムの起動だ。鉄道会社の司令室に向かってくれ。司令室のあるオフィスはこの地区にあるってことしかわからない。どのビルかわからないの？何よそれ。多めに見てくれよ。誰が相棒よ。ビル、もしかして。カルロス、司令室に着いた。次は何？よし、行き先は？今いるのはレッドストーン駅だ。行き先はフォックスパーク駅。設定できるか？私はスーパーコップ。朝飯前よ。ルートの設定が完了しました。カルロス、私よ、運行ルートを設定した。いいぞ、ジル、素晴らしい。不当不屈だな。急いで駅に戻ってくれ。出発の準備をしておく。ちょっと何？来なさい、ストーカー野郎。スターズはここよ。かかってきなさい。
カルロス、聞こえる？カルロス、くそ、他の出口を探さないと。今の鳴き声は？もう最悪、この服燃やすしかない。カルロス、聞こえる？ジル、やっと繋がった。大丈夫か？なんとか生きてる。奴は巻いた。よし、地下鉄は準備 OK。そうする知能があるの。早く上へ逃げないと。もう戻れない。動けるの？
カルロス、こちらジル、聞こえる？はっきり聞こえる。そっちは無事か？ええ、奴を倒した。よし、よくやった。でも無茶しすぎだ。おとりになるなんて自殺行為だ。説教はやめて、ああするしかなかったの。ヘッドランチャー？冗談でしょ？近くまで来てくれ。だけど奴もついてくる。大丈夫だ、俺を信じろ。もうめちゃくちゃね。カルロス、最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺より勇敢だ。とにかくこれで、みんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。あなたは？一緒には行けない。地下鉄には乗らないんだ。どうして？新たな任務だな。町を救うためなら何だってやるさ。
よし、しっかり集中してくれよ。もう警察署だ。ここがどう見ても墓場だがな。おい、やる気か。開いたぞ。あの警官はどこだ。さあな、それより任務が先だ。情報が確かならバード博士はスターズオフィスにいる。ひっ捕まえてさっさと戻ろう。ひっ捕まえる？救助するんじゃないのか。カルロス、これ見てみろ。オフィスの場所が分かった。ここだ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな。だから救助じゃなくて捕まえるのか。ふん、嫌な任務だな。シャッターを開ける。そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。ああ、お前もな。一体あれは何だ。よし、お出ましか。未知の何かがいる。カルロス、スターズオフィスはその先だ。了解。ここじゃこれ以上の情報収集は無理だ。そっちに向かう。了解。急げ。そう慌てるな、順番だ。少し時間がかかる。残ったのは私だけ。
カルロス、聞こえる？まだくたばってない。ここから逃げなきゃ。聞こえる？ああ、もう、こんな時に故障するなんて、勘弁してよ。すぐに良くなる。帰れる。バードはどこだ？研究室だろう。相手をしてる暇はない。
ぜ博士のオフィスに軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。私は誰だと。生命科学の権威ナサニエル・バードだぞ。バード博士、タイレル、バードは死んだ。撃たれてる。マジかよ。ワクチンは今ここ。待ってろよジル、少しの辛抱だ。タイレル、ワクチンを見つけた。よし、今そっちに向かってる。気をつけろ。気をつけろ。もう大丈夫だ。武器を調達しないと。さあ、お楽しみはこれからだ。マジか。ブレーカーを鳴らせ。どこかにあるはずだ。
の爆弾を使って柱を倒せるか。変わらな、奴らが入ってきた。任せろ。何を言っても聞きそうにないな。アンドレアの地下施設はこの病院の地下に。カルロスからも連絡が途絶えた。用心するんだぞ。ここが地下への入り口ね。まさか病院の地下にこんな施設があったなんて。ここまで食らいついてきたことには敬意を要する。だが残念ながらゲームはもう終わりだ。終わらせないわよ。待って。
これで揃った。一足遅かった。こっちだ。この先にワクチンがあるはずだ。あなたは残ったら休んでいらない。ワクチンを作るのに使えそう。これが動力ね。多分これワクチンの開発に使われるやつね。
身の生成を始めます。素材をセットしてください。施設は一体何なの？どこに行ったの？早くワクチンを取り返さないと。頑張って何度でもくたばらせてやる。すべての電源が挿入されました。再起動します。
コラにワクチンを持っていかれるわけにはいかない。カルロスが奴を止めてくれれば。まだ追いつける。奴を捕らえられる。やっと終わった。